こんにちは、宮本哲也です。賢くなる算数について説明をします。教室の教材をすべて書籍化したものです。大きな特徴その1、見開きに問題が1問しか載っていないということです。余白が多いのでそこで存分に書き出していろいろ調べることができます。特徴のその2、一つの問題に対して2通りの解法を載せています。最初の解法が子どもがやるであろうまどろっこしい面倒くさいやり方です。もう一つがそれを簡略化したやり方です。どちらもとっても大事です。赤ちゃんがハイハイをしてからつかまり立ちをするのと同じです。面倒くさいやり方を否定しないで長い目で見てあげてください。大事なのは問題が解けることではありません。解説が理解できることでもありません。自分の頭で考え続けることです。賢くなる算数の中にはつまらない問題は一台もありません。それをひたすら考え続ける。そうすれば眠ってる間にも賢くなります。ということで存分に頭を使ってください。